前半総括いたします。日本代表343に対して、サウジアラビアも序盤は343じゃないかなと思ってたんですけれども、序盤のほんと5分だけで、試合が落ち着いていくにつれて、4141だということがわかりました。で、サウジは右からゲーム作っていく展開が多くて、 で、これに鎌田ががっつり前に出てきて、三マもがっつり出てくるんですけど、サウジはうまく三角形使っていきながら、ワンタッチでボール繋いでって、で、例えばセンターバックに鎌田が出ていったところで、例えばこうやって渡して、これに三マが出ていくんですけれども、ここの三角形うまく使って、ワンタッチで落としながら、ワンツーで抜けていって前に運んでいくと。 こういうような感じで、日本の前に出てくる重心に対して逆重心でボール運ぶっていうことをやって、トレスを攻略していて、これはサウジ強いなと。 思っていました。で、日本の攻撃の時どうかっていうと、日本がですね、前半早いうちに点取るんですけれども、どういう状況だったかっていうと、日本は343でプレイしていて、で、パスコースがないんですよね。で、サウジはトップが引いて、中盤を見てる。で、この8番、ピボーテも前に出てきて、ここに手厚い壁作ってるんですよ。5と1っていうですね。 で、とにかくここから後ろにボールを入れさせないような、一列目すごく手厚いブロックを作ってると、このワントップのサポートを受けながら。で、日本はここではボール回せるんですけれども、なかなか差し込んでいけないっていう状況。で、この8番もうまくて前に出ていくタイミングとちょっと下がって様子を見るタイミングっていうのをうまくやるんですけれども、ただここでボールを回されると右に左に回していくうちに少しずつズレが出ていって、 で、また森田がですね、この列の向こう側に行ったりとか、列からやや下がったりとかして、うまく相手の隙間をついていこうとしてる。動きを見せてました。森田遠藤でね。で、 そんな流れの中、ピボーテが下がったところの、ここのピボーテ脇、この343っていうのは4141のブロックに決して相性はベストではないんですよ。なぜかっていうと、谷口が持った時にもワントップが合いますんで。で、板倉に例えば渡した時に、ここがパスコース切りながらドリブルコース切りながら前に出ていけますよね。 だから相性はビルドという意味ではベストではないんだけれどもフィニッシュっていう意味ではいいんですよね。なんでかっていうとシャドウがピボーテ脇に構えることになるから。だからここにうまく刺すっていうことはできる。ここを釣り出せばね。刺すっていうことができる。で、ピボーテは両方見なきゃいけなくなるっていう構図にはなるんですよね。で、まさにそういう構図をつかみ始めましたよね。サイドでボール出て鎌田がちょっと出ていって。 ピボーテつってこっちフリーになるとかそういう局面が見え始めた流れの中で右サイド取った銅腕が内側に入って結局このピボッーテ脇スペース使ってこっからのクロスで三笘がダイレクトで折り返して前進してきた森田が弾いてゴールというので点を取ったんですけれどもそっから日本苦労しました何かっていうと まず、日本は、プレスいろいろ仕掛けてきました。例えば、日本がこの戦いで新しく得た戦術的な武器と言えると思うんですけれども、例えば、5バックですよ、もともと。541を最初作ってるんですよ。で、こっからここにパスが出ると同時に、鎌田がセンターバックに寄せていって、三笘がこのサイドバック捕まえに行って、町田がここ捕まえに行って、谷口が合わせて4 4に。 に持っていくっていう343の守備システム541から442に持っていくっていう作 で全身の動きを取り入れてプレスしていったんですけれどもこれに対してサウジがうまくあの手この手っていうのを引き出してきましたでどういうのがあったかっていうと一つ綺麗に決まったので言うと4番がボールを持った時に右のセンターバックに当てる時に鎌田が動き出すこれがもうプレスのトリガーになってるんですよねそれを4番がここへのパスを見せて鎌田に準備させてここに通すっていうのをやってきましたね で、かわして12番がもう上がっていって、で、さっき言ったここの三角形で繋いでいって、右サイドで作っていって、日本代表を寄せて逆サイドに展開して、この19番がクラックでかなりカットインからビッグチャンスっていうのをシュートも直接打ったし、中盤と連携したりとか、バイタルドリブルしていって、 スルーパス出したりとかですねザイオンがねをセーブしなければっていう場面がいくつかあったというところですかねだから点こそ取ったものの日本としてはハイプレスを突破され続けてで541で守らざるを得ない展開が続いたんですよで 結局、541から442に可変していくプレスも外され、で、押し込まれる。で、押し込まれていくと541の悪いとこばっか目立ってきちゃうんですよね。 やっぱりこの541って最後尾のウィングバックが最前列取るっていうところまで持っていかないとボールポゼッションは安定しませんけどもそこができないんですよ。ドアがねボールをカットしてバーっとドリブルで出ていこうっていう場面あったけどボールやっぱつながらなくて。 で、すぐ奪われてまた攻撃を受けるとかね。で、引いた相手に対してもシンプルに入れてくるっていうこともしますし、19番中心にですね、個で突破するっていうこともできるし、連携から崩していくってこともできるんで、攻めてが単純じゃなくて、バリエーションが豊富なんですよね。で、日本は手を焼いていると。5バックの、 良くななないいいいとととこころ、ろ押し込まれたら攻撃トランンジションに持っっってててけうところが出ちゃってるなとで、またですね、日本はビルドにも問題を抱えていて、こういう格好で日本代表ビルドするんですよね。で、この9番が低めの位置を取ってきますよね。で、これまでの日本代表の対戦相手って2トップばっかりだったんで、3バックで全然あの難しくなかったんですよ。だけど、今回は1トップですし、引いてるし、差し込めないっていうね、ところ があるとで、ここで遠藤が降りてきたりして、こうやってここでワントップに対してツーセンターバックみたいな格好を取るんですよ。で、板倉と町田がそれによって広がることができるっていう。でこれ自体は悪くないんですよね。ここ見てもらったらわかる通り、この格好ってダイヤモンドじゃないですか。ダイヤモンドで二人がこうやって並んだら、ここに差し込める角度が出てくるんですよね。 で、ここに森田とか構えてたら、ここが壁当てになってパス出したりできるんですけれども。だけど、この遠藤森田の折りっていうのが半端なんですよね。この辺の折り方で終始してる。だから、パスが出たら9番が下がって対応してくる。で、森田も降りてくるんですけど、森田も一緒。やっぱり自分のポジションに引力感じちゃった で、降りることができた場面があったんですよ。例えば遠藤からのパスをもらうときに谷口が深さをしっかり取ったっていう場面があった。その時に9番が出ていったんですよ。そこで前向けて9番が外れた状態で展開できたっていう場面があった。前半の終了間際ですけども。そういう展開を作んなきゃいけない。ディフェンスラインはもう10メートル下がる。 で、森田、遠藤も、降りるんだったら引力感じて中途半端に降りたって、繋げずに結局蹴ってまた走っていって守備しなきゃいけない時間ができるんだから、ここの最初の10メートルを惜しんだら後で30メートル走ることになるんですよ。なので、ここで惜しまずにしっかり、 しっかり10メートル下がる。そしたら9番を引き出して、ちゃんと入れる角度が生まれて、繋ぐことができる。で、高い位置でラストパス出せるし、ピボーテ脇に近距離からサポートできる。っていう展開に持っていけますんで。まあ、ここが日本の修正点になるのかなぁという感じですかね。押し込まれると弱いんで、相手のビルドを止めなきゃいけないんですけれども、ビルドを止めるっていう上で完璧なシステムではないんですよ。まずこのピボーテ がフリーににに。ななります。守備になったでもこの時点で完璧ではない。ピボーテを抑えるトップ下がいるフォーメーションっていうのを取っていく方がまだいいよね。 4231に変えるとかね。っていうことかなと思います。後半も見守っていきたいと思います。後半総括します。後半開始とともにですね、メンバーチェンジです。まず、サウジの方は23番、ここに変えて11番を投入と。で、日本は南野を下げて、 で、ドアの中に入れて、この南の下げたのはイエローもらってたからって、ちょっと相手を突き倒した場面があったんでね。変えた。で、ドアの中入れて、で、伊藤純也を入れてきましたね。これでですね、おそらくここでなんですよね。サウジがロングボール偉い蹴ってきたんですよね。で、よくよく見てみると、フォーメーションが変わってきたと。 詳しくはね、明日上がる分析動画でお伝えしたいと思いますけれども、まずはロングボールを放り込み始めた。で、多分この時点で、こういう風に3バックに変えてきたんですよね。で、優秀なピボーって言いましたけど、ピボーってそのまま残して、ここを上げて、で、ここ下げて、で、ここずらして、こういう風に3142持ってきた。で、この2トップめがけてロングボール蹴り始めたということですね。 ただ残念ながらあんまりうまくいってなかったです。惜しい場面もあったんですけれども、まあマンチに経験豊富な監督ですから、追いかける展開、スコアをより加味した戦い方に変えてきて、 で、つないでブロックを固めるよりもブロックが固まる前に打っていこうという戦い方だけど、そうなると日本代表はビルドができるんですよね。押し込まれてないから。人口密度がちゃんと分散されているんで、つなげると。前半サウジがめちゃくちゃ良かったのはなぜかっていうと、つないでつないでつないで日本代表をゴール前にブロック固めさせたから、5バックの日本代表はトランジションうまくいかずに、ウィングバック ミトマとかどうなんでしたけどここが1列目まで上がりきる前にカウンタープレスでボールを奪ってた。で、5バックを作る日本にはそれが効果的だった。だけど、殴り合いの様相に持っていったんで、ボールを押し込めずに守備をするっていう時間が増えましたね。で、交代続きます。16が出てきて、7とか。 で、日本代表も交代で、鎌田を下げて、前田大前を入れて、三笘をシャドウに持ってきたと。で、これはですね、いい部分と悪い部分があって、 で、三笘ってここでプレイするから強い選手なんですよね。クラブの試合とか見てても、中でプレイすることっていうのも確かに流れの中であったりするんですけれども、悪くないですよ。当然悪くないんだけども、このワイドで受けた時ほどの効果的なプレーとか引き出しとか、その精度っていうのを比較するとやっぱり一番はここ。だけど三笘の中に入れたと。で、大前を下げることによって、まあ三笘の疲弊を防いだとも言える。 でも、三笘の質としては落ちる。だけど、一方で大前がこう出ていくっていうプレイが出てきて、ここにスルーパスが通ればなーっていう町田とかからね、パス狙う場面もあったりしましたけども、っていう場面は出てきたなと。で、さらに日本代表交代しまして、上田を下げて、 で、小川。上田もね、結構日本代表がロングボールホール場面があって、体張って一人でデュエルやってたっていうところもあるんで、まあ、疲弊に対する交代だと思いますね。で、サウジも動き、6番に変えて20でしたね。で、その20が出てきた後、日本が追加点を奪います。コーナーからでしたね。まあ、ちょっと人の並びは適当だと思ってください。マンツーマンでした。詳しくハイライト見てほしいんですけれども、ここの時点で、町田が 対峙してているマーカとーととちょっと揉めてたとで、この町田が移動しようっていうことでニアに移動した。そしたらここスペースできた。で、ここにボールを落として入れたというマンマークのコーナー守備を崩す典型みたいなパターンでしたね。 マンツーマンが激しくついてるから移動してスペース作ってそこに入り込む。で、そこにボールを落とすっていうですね。ここはうまくやってたと思います。で、そこからいろいろまた交代を挟むんですけど割愛します。サウジアラビアの交代は。で、日本代表は最後の最後に三笘下げて中村入れてで、堂安下げて久保入れたという形で最後追加点プラスポゼッションっていうのを狙っていったんですけれども、それでも日本代表はちょっとボールは安定して持てたっていう感じで ではなかったっすね。で、最後。 サウジアラビアは3-1-4-2っていう形を後半メインで使ってたんですけれどもやっぱうまくいかなかったわけですよね殴り合いになっちゃってたし自分たちの連携っていう強みが薄れちゃうし日本代表の弱みである5バックで引いた時にトランジションが弱いっていうのをつく陣形だったんですよね4-3-3の時はだけどそれがなくなっちゃったしでビルドに関しては3バックに対して1トップ2シャドウっていうのがこはまっちゃう形 にもなるしっていうことで,でキックする位置も低い位置から蹴ってたんで低い位置から蹴るとねやっぱりボールの移動時間が伸びて落下地点でデュエルが発生してマークがつくで例えばサイドから蹴るにしてもこういう縦に近い斜めのパスになるんで受けてから言わせると後ろから来るボールで難しいし守備者から言わせると自分に向かってくるボールで弾き返しやすい理想的には例えばここのセンターバックとかがこういう位置から蹴るボールですよねそしたらま まず射程が短いから落下地点でのデュエルの率が下がるっていうこと万全の体制を作りきれなくなるっていうことで受けては横からボールが来る角度に変わってきますんで受けやすいゴールとの視野も取れる守備者側も必ずしも自分に向かってくるボールっていうわけではない ということで、さすがのマンチーに、ここテコ入れまたサイドしまして、最終的にはここ上げましてね。まあ、ちょっといろいろメンバーは変わったりしてるんですけど、最終的にはまた433のような格好に戻してきたというところで、で、まあプレスの強度もね、マックス強度に高めてきた。で、日本代表はゴールキックの時には繋ぐ姿勢を見せて、そこから蹴るっていうことはやってたんで、まつ、あ、繋ぐ意識が高いんだろうなっていうところは感じましたかね。 というところで試合終了ですけれども、まあちょっとこの試合で感じたこととしては、完成度高かったなと。 サウジアラビア。ちょっとね、頭の中によぎったのは、前半本当に日本代表良くなかった、押されてたんで、これ他のチームも真似してくるだろうなって思ったんですよ。だけど、そんなことないっす。なぜなら、多分、アジアでサウジアラビアほど効果的にうまくつなげるチームはないから。サウジアラビアのつなぎは本当に素晴らしかったです。三角形回して、スペースを生み出して、そのスペースを使って、 っていうプレイが効果的に連動的に自動的に行われてたんでつなぎとしては素晴らしいし プレイヤーの質も高かった、下手な選手、一人もいなかったし、特に8番のピボーテ、これ8番のピボーテが途中で怪我してね、入れ替わったりして、サウジアラビアもちょっと予定は狂ったと思うんですけども、8番のピボーテもそうですし、19番の左のアタッカーも良かったですね。で、かなりそこで攻撃も作りましたし、8番のピボーテの選手もですね、ブスケツターンやってた場面があった。 で、ブスケツターンのさっきゴート戦術スクールでも伝えてるんですけど、ブスケツターンを、それをする選手もいるよねっていう扱いじゃなくて、しましょうっていう話にしてるんですよ。 で、なんでそうなのかっていうと、日本代表のプレスをいなしたシーンがあったんですけど、この8番が。このセンターバックから受けたボールを、ブスケツターンって、ここで触るんですよね。右足出して触って、右足を引いてこっちに回しながら、体もこう回すんですよ。で、これの何がいいかっていうと、一回のタッチでボールを止めて動かすってことをやってるってことなんですよね。 で、どういう効果があるかというと、ここで止めたところ、ここで敵が食いついてくるんです。で、食いついてきたところで回して外す。で、ま、あ、展開するとかね。 っていうことができてて、最初のファーストプレイ、8番が受けたプレスに対してそうやって言いなしたんで、日本代表の選手、うかつに8番に飛び込めなくなったんですよ、プレスで。で、結局、そういうことでサッカーっていうのは、ペースを握っていく。チーム全体として見てじゃなくて、個対個っていう意味では、最初に右サイドの12番の選手とかが、日本代表のこのプレッシャーに対して、鎌田がセンターバックに出ていって、 で、ここに当てて、で、ここにウィングバックの三マでしたけど、出ていくっていう。で、これファーストコントロールでパーンと当てて、で、入れ替わって受けたりしてたんですけど。 こういうのがあると、ここ行けなくなりますよね。もしくは、もっと先に行かなきゃいけないよねってなりますよね。でもそうなったらこういうパスが出てきたりするわけで。ここからも直接ここっていう、この裏っていうね。実際このパスも狙ってましたけど。そういうふうに、ことこっていうのは、その最初のプレイでいかに自己紹介みたいなことをやって、相手に印象を植え付けて、で、最初のデュエルというかですね、そういうプレイの後に、二つ目三つ目って、そっからストーリーがこう続いていく。だけど、それって一番最初のお互いのプレイ、 の流れでしかないんで、やっぱり最初のプレーって相手に自分のプレーを印象付ける上で重要だなと。でそういうところも上手かったんですよ。サウジは。全部。で、日本代表はどんどん消極的になっていって、で、5バック下がっちゃってっていう。あれができればね、いいし、日本代表に当たる相手チームはそれを意識するべきなんですけれども、ただそれができるかっていうとは、またちょっと話は別なんでね、子が必要になってきますし、連携も必要になってくるんで、良いだろうなと。日本代表はね。 という印象でございます。これ言うべきだったわ。これ入れてほしいんですけども、試合が終盤になるにつれて、サウジは放り込み一辺倒になってきたということですよね。で、放り込むのはいいんだけど、後ろにこうやって5枚残ってですね、この辺から放り込んでるんですよね。だから、例えばここでボールを日本が弾き返したとしても、こういうとこフリーなんですよ。こういうとことか。 なので、繋がれるんですよ。で、ここで、殴られる。出ていける。だから、早い段階で、ボールが取れない。っていう、発射台型っていうね、のがありまして、ね、これちゃんとですね、ボール、とりあえず、いっぱい蹴ればいいんだ、じゃなくて、ちゃんとここ、枚数合わせて、ちゃんとブロックの中にピボーテとか入って、で、2センターバックをフリーにさせてるんで、日本が。小川はね、ここ出ていきませんでしたから、 もうこのまんまドリブルで運んでいくべきなんですよ、センターバックが。で、全体をこうやって押し込んでいって、この距離感でキックフェイクとか交えながらですね。で、最終的に近距離から蹴ることによって、そのこぼれに対してプレッシャーをかけていけるっていうのがあるんで。サウジ、ここちょっと間違えましたね。ただの殴り合いになってしまった質の低い。 ということで、即活以上です。次回はオーストラリアと戦いますのでね、日本のアジアでの長きにわたるライバル関係ですけれども、15日だったかな。よろしくお願いします。ということで、即活以上です。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼いたします。